はい、ヒグリッドチャンネルのヒグナルドです。今日は、本栖湖から、龍ヶ岳の方に登って、富士山をの大絶景を見ながらですね、登山していきたいと思います。最高の天気なんで元気に頑張るぞ。親切にいろいろこの矢印が書いてあるので迷わず行きますね。この黄色い踏切的なものの向こうから登る形になります。本栖湖キャンプ場から、龍ヶ岳登山道入り口でございますね。龍ヶ岳山頂並びに石仏、石仏よくわかりませんけど、こちらに向かって参ります。登り始めて15分かなぐらいですけど、しばらく急登が続きます。まあでもちょうどいいウォーミングアップになってる、そんな感じですね。うわ、すごい、まだ霜柱がいっぱいありますね。ずっと登ってきましたけど、ちょっと展望台かな、振り返ると、おお、富士山です。すっごく綺麗に見えますね。やった、急登を登り切った後にはこの富士山のご褒美が待ってます。皆さん楽しいですか？楽しいです。はい。天気がいい。天気がいいですよね。イエーイ。龍ヶ岳に向かう途中なんですけど、振り返ると富士山が頑張れって応援してくれてます。いやー、遮るものが一つもなくて、目の前にただただ富士山があるのみですね。下の方には芝桜が見えたりして、最高のロケーションですね。イエーイ、最後うわ、綺麗。そうやね、熊笹かな。いやでもこのシーズンはこれぐらいがちょうどいいかもね。多分暑くて死んじゃうね。山頂が見えてきましたよ。黄緑が目に美しいですね。癒される。わ、こんな贅沢な山ないっすよね。これいいな、これ贅沢だな。わかりますか、ずっとこの景色見ながら登ります。もうご褒美以外何物もないですよ。これちょっと笹当たってうるさいですけど、最高です。このように熊笹の間をずっと歩きながら頂上を目指してますよ。熊笹の道も綺麗なんですけど、左の方に
目を向けるとずっと富士山が見えるんですよね。いやーすごいですね。もうすごい景色の中歩いてますよ。ずっとこうやって富士山をねバックに。疲れたらちょっと後ろ向けば富士山が応援してくれてます。どこまでも歩いていける、そんな感じがしますよね。あともう少しだ。頑張るぞ。大体稜線の方に出ましたね。多分あの先が頂上だと思うんですけど、この熊笹のトンネルをただただひたすら最高の景色とともに歩くだけの最高の道ですね。このなんかこの草を分ける瞬間みたいな。そう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 。そうですね。千畳の時リーダーいましたね。これでもあの夏の富士山の絵にすごく似てますね。すごいな。はい。すごいね。じゃあ。イエーイ、戻ってきましたよ。終わったー。いいね。無事到着です。イエーイ、お疲れ様です。はい、では無事、龍ヶ岳登ってこれました。とてもですね天気も良くて、少し最初寒いかなとか思ったんですけど、ちょうど登りやすいいい温度でした。登って、左手側にずっとですね富士山を眺めながら、そして、頂上まで行きますと向こう岸にはですね南アルプス連峰がですねバーンって見えるんですよね。もう本当にね最高です。でまた下りはずっとこの目の前にですね富士山をずっと見ながら降りれるんですよ。登山って下りが結構つまらなかったりするんですけど、ここは下りも最高に楽しめるいい山でした。ぜひ皆さんも機会がございましたら、登っていただけたらいいかなと思います。それでは
またの山でお会いいたしましょう。この動画がよろしければ、よかったらですね、チャンネル登録また、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。登りちょっと早い。すいません。すいません。最高でしたよね。最高ですね。最高。何がいい天気がいいってメンバーがいい。で今日はすいませんありがとうございました。ありがとうございました。最高。イエス。夕ヶ岳最高。いやもういいと。それでは。龍ヶ岳で富士山をバックに腕立て100回にチャレンジします。さあやるぞ。最後できた。赤富士三鷹三ナスビール。はい、皆さんでこれ飲みましょう。ではでは。乾杯。どうでした。あ、うま。あ、おいしい。うまいですね。すごい桃だ。桃。ブドウ、コーラ、そしてブドウ。